どうも、こんばんは、ヒョクです。ヨジャチング、へいやへいやがですね、日本語バージョン MV のショートバージョンが出ました。おめでとうございます。実はですね、僕ヨジャチングのこのヘアめっちゃ最近好きで、パンと多分ついとなる歌だとは思うんですけど、こっちの方が好きですね。ヘアの方がすごい好きで、最後のねハイトーンもすごい好きですし、でさあ一円くんまん含めさけよなのところもすごい好きなんですよ。でそんなヘアがですね、サンライズが日本語バージョン出たということですね。前みたいにちょっとねオリジナルの韓国の歌とこの日本語バージョンに変えた歌詞とでどれぐらい違うのかやっていこうと思います。レッツゴー。はい、ということですね、サンライズ日本語バージョンが出たんですけれども、最初に僕が思ったことはですね、あのヨチンの日本語結構聞き取りやすくないですか？もう最近どんどん日本に進出する K-POP アイドルたくさんいらっしゃいますが、その日本人がいないグループの中では多分なかなかトップクラスで、あの聞き取りやすいんじゃないかなと思いました。特に A メロの始まりとかもね、そんな A メロなんですけど、ここがね全然意味が変わっちゃうんですよ、オリジナルバージョンと。そんな A メロなんですけれども、ちょっとえっていうのがありまして、これ多分ちゃんと韓国語を知ってる方じゃないと違和感があると思うんですよ。それがもう始まりなんですけども、真っ青な空が真っ赤な気持ちがそうやって見えないの、なぜなぜってあるんですけど、これがよく考えるとですね、真っ青な空が真っ赤な気持ちがそうやって見えないの、いや何のことやねんっていう話じゃないですか。これあの韓国語バージョンどういう意味かと言いますとですね、セパラン하늘인데、セパイガン마음인데、真っ青な空と真っ赤な気持ちは意味が一緒なんですよ、ジャパニーズバージョンと。ただこの後ろなんですよね、韓国語オリジナルバージョンのこれをそのまま翻訳しますと、真っ青な空なのに真っ赤な気持ちなのに、黒けポイジアナアニャアニャなんですけど、黒けポイジアナ、そうやって見えないの、まあここはほとんど一緒ですね、意味は。でもこのね、なのになのに見えないっていうのと、何々が何々がそうやって見えないのって言われても、そのそうやってって何ってなるじゃないですか。ここなんですよね、ここをなんでがって訳したんだろうって、 A メロからちょっと僕は疑問でしたね。またその後のあーにゃあーにゃもなぜなぜに置き換わってますよね。違う違うなのになぜなぜになっていますし、なぜって言われてもそのそうやってがわからへんねんということなんですよね。でここで早速ワンポイントレッスンなんですけども、韓国語バージョンのセパランハヌリンで、このインで、セパイがマウミンで、インで、このインでですね、ホニャララインで、これはですね、何々なのにっていう意味です。ただこのインでのインっていうのは、その前に名詞がつく場合に名詞インで名詞なのにっていう意味なんですね。ただこれがもし動詞とか来る場合はうんとかぬんに変わります。例えば食べるだったら먹는데、食べるのにですね、過去形にしたら먹었는데、食べたのにっていう意味ですね。このほにゃららインで、ほにゃららうんでぬんで、ここをがとかはに変えちゃうと全然言葉が通じなくなっちゃいますよね。まあ確かになのにだと明らかに字余りなんですよね。真っ青な空なのに真っ赤な気持ちなのにそうやってってなっちゃうので、メロディに合わせるために多分そうせざるを得なかったんでしょうね。その後また同じようなフレーズがあって、マッチマッチクロンゴマッチっていうふうにこうやってやってるところがあるんですけど、それが日本語バンドだとそうよそうよその通りよ、ここは同じですね。でその後名前がちょっと出てこない、一番ビジュアル担当の人出てこないがパートなんですけれども、ここはですねほとんど意味一緒ですね。世界中の光が降り注ぐ歌詞なんですけども、これ韓国語バージョンもですね、세상모든빛들이쏟아진거야、直訳すると世界のすべての光たちが降り注いだんだよ、だほとんど意味は一緒ですね。ここはでその後もサビ前の盛り上がりのところも、と무슨일이일어날지알고싶은데、また何事が起きるのか知りたいのに、ここでもまたインでって
うんでが入ってますね。アイゴシプタ、アイゴシプンで、パチュンが来てプーになっちゃうんですけども、アイゴシプンで知りたいのに。で、僕がやっぱね、どうしてもね、最初違和感を感じたのがサビなんですよね。あの太陽太陽がどうしてもね、もう僕もうめっちゃ普段からそのね、へいやへいやってのを聞いてるから、太陽太陽って言われてももうなんかあーってなっちゃって、耳がなんか全然こう慣れないですね、まだ。やっぱね、そこでもサンライズじゃダメだったのかな。まあでもサンライズだと登っちゃうか、太陽、あの太陽登る太陽登るってなっちゃうから、確かにそれはちょっとおかしいですね。まあ、そんな感じでですねまだちょっとショートバージョンで歌詞がもう公開されてるかなと思ったんですけど、まだ公開されていないようでしたので、フルバージョンどうなるかわかんないんですけど、太陽太陽にちょっと慣れないといけないですね何が一番びっくりだったかというと、 A メロの最初のね、意味が思いっきり通じなくなっちゃう、あの翻訳の仕方はまずい。そうそう、サッパーリロリサファリパーク